松井さん、動画ありがとうございます。オリンピック始まりまして、まあ、私はオリンピックあんまり興味ないのと、あと今回のねオリンピックの作り方が、まあ、あんまりにもちょっとね世の中というかね日本国民とアンバランスだなっていうところがあって、これでいいんだろうかっていうところはありますけども、まあ、どちらにしてもね起きた現象を最大限利用するのが、まあ、ビジネスというものでございます。今回オリンピックに、はい、今回ねオリンピックにちなんだ動画を上げたのは松潤さんとしては、まあ、正解だったんではないかなと思います。特に開会式ね、ブルーインパルス、それから安倍前総理の欠席、こういったキーワードっていうのは結構ねヒットしてるところが見えてますんで、まあこういった関連の動画を上げていくことによって、まあファンとかねアクセスっていうのをどんどん集めていくっていうのはやっぱり王道かなと思いますし、そういうことを繰り返していくことがチャンネル登録者1000人を作り1万人を作る道だと思います。自分の思うがままに発信して、それで成り立つのは結構ね一定のところまで上り詰めてからなんですよね。だから最初は数字を追っていくとか、マーケットの興味関心感情、こういったものに寄り添っていくことが発信者としては、まあ、上手なところなのかなと思いますよね。やっぱり何を聞きたがっているのか、何を見たがっているのかっていうことを提供するのが情報発信者の役割ですから、自分の主張を聞いてくださいっていうのはね結構その後なんだろうなと思います。今こうして私も YouTube 活動を続けてね、割と余裕があるような立場で動画を作ってみると、確かに自分の興味関心のことだけをやってるとアクセスは全然取れないかなと。本当にね動画1本あたり100アクセス前後がまあ精一杯なんですよ。でも人が求めていそうなものを作ると、やっぱりねこれがね1000とか1万に伸びていくっていうのは、まあ、何度も見てますんでね。松潤さんの動画も結構アクセスが高いのが並んできてですね、私のサジェストにも上がってきたりするんですけども、うん、そういったものをまたこれからもねヒントに、集客のため自分を知らせるための動画と自分の主張を分かってもらうための動画っていうのをこのバランスよく配置していくといいんじゃないかなっていうところですよね。まあ特徴的なねサムネイルですよね、松潤さんの。あ、松潤さんの動画だって分かりやすいですよね。まあいろいろと申し上げましたけども、今回の動画もいいタイミングで送っていただきました。ありがとうございます。今後もよろしくお願いします。